じゃあまず誕生日の6月30日に5年ぶりに長崎復帰して、うん、まあそれはたまたまだったのかな。たまたまっす、はい、で長崎に対する思いとか、なぜ長崎に戻ってきたかっていうのをちょっともう一回聞かせてもらっていいのか。最初1年目長崎来た時はもう早く活躍して J1 のクラブに行こうと正直思ってて、まあ、でもその長崎県民の温かさだったり、やっぱなんか居心地もだんだんいてすごい良くて、でそれで2年目にやっぱりこのチームでちょっと上に行くチャンスあるなと思って、そのタイミングでずっと勝って J1 昇格できて、その瞬間が多分一番、多分今までサッカーやってきて一番嬉しかった瞬間なんで、それでやっぱ J1 を1年戦って、やっぱり通用する部分しない部分あって、まあ、運も正直味方してなかったのかなっていうゲームも多くて、で1年で落としちゃって、でもやっぱ長崎の思いっていうのはもうその時点でもすごい思い入れがあったし、そのやっぱバンディーラっていうか、その中村健吾さんだったりとか、うん、レーソルで言ったら大谷さんとか、うん、やっぱりそういう風になりたいなっていうのもあったんですけど、やっぱりまだまだサッカー選手としてもやっぱ伸びしろはすごいあったと思うし、成長して必ず長崎に帰ってこようって、引退は長崎でしたいってもうエージェントとも話してたんですけど、それでやっぱ4年半出てって、で正直もう少し J1 でやるチャンスもあったんですけど、やっぱりこのタイミングだなと思って、これ逃したらなんかもうないかなと思って、もう最後まで長崎でねサッカーでき現役を終えるまでやろうかなと思いました。レーソルから来ました中村健太です。まあプロのスタートがここだったんで、その思い入れもあるチームですし、まあ、もう一度 J1 に上げてやっぱりここでまた這い上がりたいと思うので、よろしくお願いします。昨日の夜に長崎入って、もうインター降りてからもうなんかすごい懐かしさとか、なんかやっぱその3年間の思い出っていうのがすごいフラッシュバックしてきて、まあ、やっぱりまずはプレーで見せることがやっぱ一番早いと思いますし、まあ今、まあ、多分自分が長崎行った時のプレースタイルと少し変わってるかもしれないけど、まあ、ボールを動かすこと、やっぱり試合を読む力っていうのはすごいついたと思うし、そういった、まあ、30になってベテランの域にも達してくると思うんで、そういったなんていうの空気、ピッチ内で自分しか分からない空気っていうのをしっかり汲み取ってチームを落ち着かせることができればいいなと思います。受けるのは中村、ゴールペナルティーエリアには5人入ってきた、長いボールヘディング決まった。止められないですよね、はい、一つ一つの質とか取り組みっていうのは意識してて、パス練一つでもやっぱパススピードの部分はやっぱりまだまだ遅いって感じだし、それ細かなところなんですけど、
そういうところはやっぱ伝えるようにしてて、そういうのって習慣だからなんていうの、意識しないとやっぱ変わんないし、逆に意識1ヶ月ぐらいやってればそれが自然とベースになるから、これその練習の質っていうのをはやっぱ上げていかないといけないなっていうのを感じて、そういうところは意識して取り組んでました。もっとやんなきゃダメだよ、もっと蹴れ前です、蹴れ前です、もっと走って走って、一人一人責任感もっとやろうやろう、時間前です、もうスタートどうなるかよ、勝ちしかないから行こう行こう行こう、楽しむことかな、毎日楽しいですからね今も。楽しむ中でやっぱこだわりを持つことですかね。ただやっぱ楽しい楽しいでやってるだけじゃダメだし、その中でやっぱり常に発見ありますかね、あこういうプレーしたらこうなるんだとか、それこそ今年取ってやっぱ相手を動かすことにすごいハマってるから、相手のやっぱ若い頃ってドリブルで逆をつくっていうことが楽しかったけど、今どういう動かし方したら相手嫌なんだろうなとか、やっぱりそういったところとか、なんて言うんだろう、やっぱ深いんですよねサッカーって。別に一人で剥がしてゴールしちゃえばって、そういう単純な考え方もあるんですけど、相手の11人も味方の11人でどう動かしたら相手嫌でとか、そういうところを考えながらやってるから、やっぱ毎回楽しさが変わってくるんですよ。楽しむこととやっぱこだわることは意識してるかもしれないですね。ホームでデビューで熊本に勝った時のやっぱカンターレはやっぱり久々に聞いてすごい気持ちよかったし、懐かしい気持ちになって帰ってきたなって思わせてくれました、ね。帰ってきて J1 昇格、本当にファンサポーターにもプレゼントしたかったですけど、本当に不甲斐ないシーズンにしてしまって申し訳ない気持ちと、まあ、でもそれでもやっぱりアウェージェフにやっぱ足りきだけど、その可能性を信じて多くの人が足を運んでくださったんで、やっぱりそういうファンサポーターの思いっていうのはすごい選手に届いてますし、最終節に味わった悔しさとか、やっぱ最終節で表現できたやっぱインテンシティとか、そういう強度の高さ、そういう部分をやっぱり来年忘れずに、もう最初からやっぱあの気持ちで取り組めばもう必ず J1 昇格できると思うんで、やっぱりそこは僕も来年31になるんで、やっぱりチームの軸としてやっぱベテランとして引っ張っていけるようにやっていきたいなと思います。まあ、引き続き、まあ、来年こそ J1 上がれるようにお互いベストを尽くして頑張りましょう。応援よろしくお願いします。